こんにちは、ジャンボです。それでは前回の続きからやってきましょう。まずはトレーラーから、油圧ショベルを下ろそうね。固定を解除してー。乗り込めー。あ、街灯が邪魔で回れない。まあこのまま降りればいいか。油圧ショベル遅いね。じゃあこの囲まれた範囲を、掘ってくよ。久しぶりに油圧ショベルを触るから動作が そうだ、ドア売れるからトラックを持ってこよう。よし、到着。こんなとこでいいかな。よし、それじゃあ引き続き掘っていこう。ちょっと移動するよ。調子しか救えなかった。
すり抜けるんだよなぁ。引っかかった。もういいの？それじゃあ工事範囲から一旦出ようか。むう、ちょっと待って。次の作業、調理に行くのかよ。このトラックの容量じゃ1回じゃ足りないし、一旦売りに行こうか。もう真面目にするのがアホらしくなってきた。
よし到着っとよし、さあ戻るぞー。出口は右からな。何も乗ってないから超速度出るぜー。100号。邪魔、こっちだ。さあ、足りない分を掘ってくぞ。すまんな。綺麗に掘ってるけど、土が必要なんだ。あ、届かなかったか。あれ、動かせない。またはいらなかったか。これでどうだい？半分ぐらいは入ったか。全然ダメだー。遠近感がつかめねえなー。横着せず近づこう。やっと入った。これでどんなもんだろ。
おお、おお、めっちゃ救えた。まぐれだったようだ。今度は奥に行きすぎたな。さあそろそろかな。もう少し。絶対この角度漏れてるよね。お、きたきた 100%。 どうかな？うわ、デコボコ。さあ出発だ。ナビをセットして。レッツラゴー。よっしゃー、終わったー。
というところで今回は終わりです。ご視聴、ありがとうございました。